さあ、緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。花切り宣言をしていたオルコックアラビアンがやはり行った。そして2番手に3番マーチャオであります。それから1番エクリプス。2番マイルケイオス。それからオバナ。そしてその外に11番ゴドルフィンバルブ。それからもう1頭8番ディランハーデス。ヘロド。その後ろ5馬身くらいあってマッチェム。それから12番ダーレーアラビアン、マイアリーターク、やっぱり後ろから行きます。ヨカチャンスと竹豊騎手、マイポジションといったところでやります。もう一度前から整理してみましょうか。先頭は4番オルコックアラビアン。大逃げにスタンドから歓声が溢れております。ちょっと離れて3番マーチャオでやります。その外エクリプス。そしてその後ろから2番マイルケンヨス。10番金色の馬体オバナ。外を通って11番ゴドルフィンバルブ。そして内からは8番ディランハーデス。その外からはヘロド。さあオルコックが逃げる、オルコックが逃げる。これを追いかける各馬の足色はどうなんだ。マーチャオは2番手。このまま抜け出すか。オルコックアラビアンが抜け出した。一発二発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。内を通ってマーチャオ、並ぶか並ぶか。マーチャオ捉えるか。マーチャオ3番手にオバナ、間から懸命にオバナ。これはハンシーレースになりました。マーチャオ先頭1着。マーチャオスーパーワールドブリーダーズカップを制しました。獲得賞金は2万5000枚突破。